ると引きが出ますからね。はい、いきますね。はい、というわけで今日こちらに行ってみようかなと思います。焼き具合とかはもう美味しく、はい、お任せで。はい、それじゃあちょっと火が出ますからね。よろしいですか。はい、いきますよ。はい、いきますね。はい、できましたら、ちょっと置きますね。できました。やりたいんだけども、どうぞ。
だいぶ昔なんですけど、女性の方はまだおられる。ああ、今、あれ。ゆっくりされます。ゆっくりしちゃうんだけど、まあ、介護。あ、なるほど。なんかね、元気だったんだけど、まあ、だいぶようになったけど。あ、なるほど、なるほど。メニューはもうあれですか、昔とあんま変わってないみたいな。変わりなく4種類ね。まあこのスタイルをずっと続けるいうのがね、やっぱり、ね、値段も質も量も、もう値段もまあいろいろ大変だと思うんですけど、そう大変だけどどうにかまだねできるからね。今食べてもらえる部分はこういうところ、ね、ああじゃあこれを切って、うん、さあさあね、一体この一ブロックどれぐらいの重さなんですかね。なんかさ、重さ、目方だいたい17キロぐらいね、これで。じゃあ今日はもうこれは愛知県からどうぞ。そうそう、愛知県のお肉に当たる方もおるし、こっちのこういう部位ね。ああ、ちょっと赤身が多いとか。うん、でも一本同じ牛ね。へだから当たる人脂分がある、まあ、比較的ある方がちょっと甘みがあったり、うん、そうそう、こっちの方がね、やっぱ脂があるし、うん、で、バンが大きいからちょっと大きく見えるんだけど、目方は一緒、ね、こっちもね、まあ、その時のタイミング、うん、そうそう、ね、もう順々に行くから、こっち当たる人もおるし、ここに当たる人もおるし、順々に。なんかやっぱ全然なんですか、かけると全然やっぱ変わってる。風味とかね、あの香りね、いろいろ味も変わるしね。まあある程度パフォーマンスのもあるよね、あの火が上がることでね。ここがまあ三箇所火がつくんだけど、三連発する時もあるし、ね。一人で全部やられる。あ、そう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 。ワンオペでね。で部屋もある、ね。宴会場ね。あるんですか。うん、上とか下あ別館みたいな感じですか、うん、そこもしながらこっちもするやん、行き来する、そう行き来する、
バイトさんとかいるわけじゃなくて、いるわけじゃなくて、人を手で焼いて運んで片付けて、でそれまた入ってもらって、それを何回も何回も繰り返して、あ、そうなんですね、うん、焼き具合とかは、もう、美味しく、はい、おいしくいきますね。できました。そうだね。はい、どうぞ。大体その日によって、その日によって変わったり、まあ続いてね、毎日こういう感じで。大体何グラムぐらい？350グラム。あるんですよね。他に何か注文とかあったりするんですか？他は足りないところはこの、うん、ガーリックライ、ガーリックチャーハンかね、ガーリックライス、それから焼きうどん、ね、
や、これもやっぱ炎で。結構わっとあって。で、火は出ないんだけど、わっとね。いろいろある。これちなみに、まあ、あれかもしれないですけど、お持ち帰りみたいなのあったりするまだ行きます。焼いて持ち帰るような、そういう方もおられる。多いですね。こちらもあれですか、もう牛肉のステーキ。牛脂。できました。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。大丈夫ですよ。高知県のポンカン、美味しい。あれですか、皆さんにね、プレゼント、サービスみたいな、サービス、ね、ありがとうございます。はい、どうぞ。その季節季節でいろんなこうフルーツをね、あ、うん、4月になったら今度はスイカが出てくるかもしれない。あ、そうなんですね、うん、いろいろね。佐々木、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来ますんで。はい、また待ってますね。はい、ありがとうございます。はい、これはあれですね。あ、それね、19年前、ね、あ、あれですけど、そうそうそう、小林明子さん、ね、なんか、そうそう、オーナー、オーナーね、今もオーナーでね、ありがとうございます。
また来ますんで、ね、ありがとうございます。じゃあ営業しておきます。あ、はい、すみません、ね、ここ貼ってますからね。あ、これでもすぐこれ今日来られたんやっていうから、ありがとうございます。はい、すみません、はい、失礼します。